こんにちは、 ABS プロスタッフの徳谷和美です。今回はコロンビア社最新作ムーブメント無限ブラックのレポートをお送りいたします。今年の5月下旬 ABS とコロンビア300との共同開発で生まれたムーブメント無限が発売されました。こだわり尽くしたスキッド、フック、ロールにおける一連のボールモーション、またコロンビア300の代名詞でもあるピンキャリーを支えるハイパーショックテクノロジーはあっという間に知れ渡り全国へ発送されました。今回発売するムーブメント無限ブラックは初代ムーブメントで使用した PS5.0 ハイブリッドカバーストックを PS7.0 ハイブリッドへと2段階上げることでミッドの安定感とバックエンドの動きをさらに強化させて発売いたします。 ABS ボール開発チームはムーブメント発売以降次のムーブメント発売に向けてさまざまな準備を進めてきました。ムーブメントのギアコアはそのままで、さまざまなカバーストックでテスティングを行いパフォーマンスの差を検証してきました。やはりその中で一番重要なのは今まであるカバーストックの検証よりも新たなカバーに着手し、コロンビア300は繁栄と進化を新しいムーブメントに求めました。その研究結果はカオスブラックやバラーにも転用され、各々抜群の運動性能を表せています。今回のムーブメント無限ブラックは初代と比べどのような違いがあるかというと、スキッド、フック、ロールのバランスをフックを長くしながらロールをさらに大きく強くするということです。比較すると初代ムーブメントよりも数フィート早めに曲がりに入りますが、バックエンドは衰えることなく逆にさらに強くねじれて曲がるように仕上がっています。私の歴代テストの中でもこれほどバランスの良いボールはなかなか見られないと思えるほど絶妙な仕上がりで、初代以上に大きな反響と必ずトーナメントにおいて優勝に
貢献できる潜在能力を確信しています。今回も11月8日から15日にかけて全国8会場をオスク・パレルマプロと横断し、多くの方にムーブメント無限ブラックの性能をその手で検証できる機会があります。曲がり始めがやや早めに感じるのに、初代ムーブメントよりもバックエンドの曲がりが強さを増しているという絶品としては言いようがありません。ぜひ皆様、このコロンビア社300最新作ムーブメント無限ブラックお試しください。